整っている長谷部選手、整っているぞ。やってまいりました。やったトロンパー、今日も絶好調だトロンパー。喋るぞ喋るぞ、コミュニケーションするぞ。さあ、合わせ返せるよ。やるよ。柔らかいから。
になってたんで、それをどう貸しになれるのか、この音を最後で歌って J1 リーグ、今シーズンとても拮抗しています、そういう意味でもあのような最後のところを一つのチャンスを決めるか決めないかによって試合の流れというのが大きく影響を及ぼされる、流れだと思います。A partir de aquí nos ha llevado el control pero no aprovechábamos demasiado balón al pie sin movernos bien en el espacio nos movíamos bien pero no encontrábamos el pase adecuado. その後、ボールをうまく動かして、試合を支配する時間帯長かったと思います。ただ足元のパスが、多くなりすぎてしまってスペースへの飛び出し、それを生かす、プレーが少なかったと思います。Estábamos evitando bastante bien los contraataques de ellos, pero aún tenemos 5 o 6 balones en un partido que no tenemos que perder y perdemos y provocamos esos contraataques y alguno nos podía haber hecho daño.押し込んでいる時間帯長くなっています、そういう意味でも相手の我々がボールを失った後の相手のカウンターアタックをしっかりと警戒する、そこの改善に取り組んでいます、そして今日、その改善は見受けられたと思いますけれどももう少しそこの部分はさらに改善する必要ありますしと同時に、ボールを失う回数というのも減らしていかなければいけないと思います。En la segunda parte hemos tenido 15 minutos muy buenos donde podíamos haber resuelto el partido, pero no hemos acertado tampoco en la finalización. そして、後半、いい時間帯が15分ほど続きました。そこで、作り上げたチャンスを決めて、試合をいい形で進めたかったですけれども、なかなかそうもいきませんでした。Y debido a la caída del contrario, pues en cualquier momento podíamos tener un error y perder el partido.そして、後半も拮抗した、展開も続きました、そういう意味でも柏レイソルさんにもチャンスありそこから決められて負ける可能性というのもあった展開だったとも思います。Mucho diferentes y más complicados a los jugadores pero creo que es la manera de evolucionar y hacer los mejores jugadores、選手たちに対して今までやってきたサッカーとは明確に違うプレーを求めているという意味でも選手たちにとってはとても難しいと思いますけれども我々が今目指しているプレースタイルは選手一人一人の成長にもつながると私は信じて疑いません。そういう意味でもチームはいい方向に歩んでいると思います。後半、もしレアンドロを投入できていたとしたらチームにより多くのものを提供できていたのではないでしょうか。そちらにケイタも後半にもし投入できていたとしたらチームにプラスになったと思います。ただこの2人今違和感を抱えて戦線離脱してしまっています。そして、今日の試合の中でもディエゴそして長友も違和感を感じていたので、早い段階で交代しているというのがあります。以上になります。今日の試合を振り返っていただくとこうボールはしっかり持てたという印象なのか持てたけどその後がなかなかうまくできなかったという印象なのかどちらの方が強いですか。そうですね、今日に限らずここ結果出てない数試合やっぱボールの支配率自体は上回っている試合が多いんですけどやはり相手のなんですか、ね、ボールは持っているけど相手にとって怖くないというかどちらかというと持ちされているという印象の方がまあ個人的には強いので、まあ、そこをどれだけ相手にとって嫌なボールの回しだったり攻撃ができるかというのが今後この流れを変えていく重要なポイントかなと思います。今の点のこう打開策であったり、まあ、今日の試合で言えばレイソルかなり真ん中閉じてきてたと思うんですけどそのあたりにこうどう攻略していこうというふうにチームでは考えていましたか。そうですね、まあ、やろうとしているサッカーっていうのが、まあ、ちょっと少しずつできている中で簡単に 100% 良くなるわけではないので本当に相手に
試合中に相手の嫌なところを、探すというか、自分たちで解決していく力っていうのがもっと出てこないと、監督だったりコーチが要求していることだけやっててもなかなか点は取れないと思うので、もっとこう選手の中で、意見を言い合って改善してくれるのが大事かなと。最後に勝つことはできませんでしたか、こう連敗が止まったってことに関してはいかがでしょうか。そうですね、やっぱホームでしたし、勝ちたい気持ちもありましたし、本当に、でも最後に VR で助けられた部分もあるので、そういう意味では試合の終わり方っていうところはここ数試合課題もあるので、もっとこう集中して最後のところもやっていきたいなと。ピッチ入るまでこう外から、攻撃の部分ってどのように永井選手には映っていましたか。そうですね、なかなか背後に抜け出す人がいなかったんで、入った時に一回自分がそこで受けることで相手を学びさせてればなと思ってやりました。やっぱりそうなると広がってもきますし、裏も飛び出せたり足元もつなげたりって、 そうですね、そこの感覚はやっぱり良くなったっていう感触はありましたか。そうですね、実際にチャンスも2回ほどありましたし、でもそこで決めれなかったのは僕個人の責任なんで、そこで決められていればもっともっと展開も変わってたと思いますし、でも回数を前半からやっていかないといけないかなっていうのは。ここ最近もハルベル監督はこうボールを持っている時間というのは長くなってきたというお話をされていて、その次のこう段階というお話をよくされているんですが、こう前線の選手としてそのあたり今感じている手応えと課題、それぞれいかがでしょうか。そうですね、やっぱりいろんなチェックの動きだったり受ける前の動きを増やしていかないと、今もだんだん研究されてしているんで、そこでプラスアルファを作っていかないと得点も増えていかないと思いますし、あとは押し込んだ後のセンタリングの精度だったり、誰がどこで突っ込んで誰がどこで攻めるようにするとか、そういう部分もこれから増やしていきたいと思います。わかりました、ありがとうございます。